準備体操してよかったね。しようよ。それじゃ、いっせーの、せ。美味しい反応というか。一体どうしたの？どんな？へえ。ねえひろっち、もう一回やってみてよ。いいよ。じゃあこっち来て。キョウスケちゃん、潜りっこしようよ。大丈夫大丈夫、私にはあんな顔できないから。ひろっちは世界びっくり人間大賞に応募してあげた方がいいんじゃないかな。だって一人じゃ怖いんだもん。違って目痛くならないよね。塩素がないからだよ多分。あれ、キャッチボールみたいにするよね、よく。
石がね、違う形しているなと思って、外とは。なんか面白くない？内緒にしちゃおっと。すいたね。うん、食べよう食べよう。はい。料理人のこと。じゃあお店持ったら私に食べさせてよね。お金払ったらね。食べた
空気も入んない。うん、それじゃあそろそろ帰ろうか。ねえ、眠い。私も疲れすぎて体がグラグラしてる感じがする。学校の授業でもプールは疲れるもんね。そうみたい。かゆい。あんまり書かない方がいいよ。今日はもうこれで帰ろっか。賛成。ぶっ倒れそう。あれ、もう駅？お薬あるの？虫刺されの。と思うよ。もしなかったらうちに来てね。多分置いてあると思うから。うん、ちょっと変な虫じゃないといいけどね。毒のあるのとか。しょうがないな、京介は。それじゃ、バイバイ。バイバイ。怒ってはいないけど、ただ外でああいうのは嫌だよ。脱がせたりとか。けどこの服だとそんな風にすると前も出ちゃうから。食器棚の上。
兄ちゃん、塗ってくれないかな。だってその自分じゃ塗れないから。ボタン外してね。感じ？よかった。